元祖キツネ耳姉さんの野生強めバージョンの人いるじゃない、あの意味不明な宇宙語を喋る方。言語センスが未来すぎて何言ってるのか本当に分かんないんだけど、分かんないはずなんだけど、シュラビーストモードになってる状態だとなぜかちょっとだけ理解できるのよね。なんだろう、猫耳が共鳴してるとかなのかな。あの狐耳のギャルいるじゃない、金髪の方。なんでもあの狐耳完全にコスプレで生やしてるらしいわ。それで元祖狐耳の姉さんを烈火のごとく怒らせたとか。私のは猫耳なんだけど、これも形だけのコスプレなのよね。やっぱ魂から生えてないとガチ勢の怒りを買うことになるのかしら。不安だわ。